はい、皆さんこんにちは、サルです。またですね、緊急事態宣言が出てしまいまして、私の住んでいるエリアでも今日から9月12日まではですね、外出自粛ということになります。まあ、とっても残念なんですけどね、気を取り直して庭焚き火でモーニングをいただきます。ちょっと予定してたね、キャンプなんかも私中止しましてね、すごく残念なんですね。なんかソロでできる、バイクで行けるキャンプ場があったので予約しておいたんですけど、まあ緊急事態宣言出ちゃったもので、その大浴場がねちょっと中止ですよとか、まあいくつか使える施設ができなくなったということでね、ちょっと残念ですね。はい、ということですが、まあ久しぶりのね庭焚き火モーニングです。この、自作ウッドストーブもですね、もうかなり錆びてるんですけど、いい感じですね。錆びですけどね、強いですよ、やっぱり。これ三重構造なんです。一番外側が、何リットルかな ?4リットルぐらいのペンキ缶。で、内側に、3リットルぐらいのペンキ缶で、さらに内側にダイソーのカトラリーラックと。もうダイソーのカトラリーラックなんてですね、ステンレス製なんで本来錆びないんですけど、もうバリバリに錆びてる感じです。たださすがにステンレス強くてですね、錆びてもですね全然なんか脆くはならないですね。表面が錆びてるだけで全然いけますね。もう2年以上使ってると思いますけどね。はい、ということで今日はですね、ソロ用のホットパンでまたホットサンド作っていこうと思います。懐かしいロストルですね。これも建築用のですね、普通の異形鉄筋なんですよ。なんですけど、まあ錆びても強いですね。建築用っていうのは本当強いですよ。どんだけ雨ざらし庭でねやっててもですね、いけますね。表面はねやっぱガリガリになるんですけどね、まあそれはそれでまたね武骨な感じで、こっちもね楽しいです。はい、コーヒーを沸かしていこうと思います。まあ、苦いコーヒーがいいので、ちょっとね、濃いめに作っていこうと思います。8月も下旬になりましてね、だいぶ涼しくなったつもりだったんですけど、なんかですね、今日はまた暑くなるかもしれませんね。気温がですね、先ほど、29度だったかな。まあ30度切ってたんで、あ、これはいい季節になってきたなと思って。はい、ベストはね、私23度、4度ぐらいが一番好きなんですけどね。ちょっと暑いんですけど、まあまだ朝なので、そんなに日も照ってないので、今のうちにやります。はい、これね、ソロ用のホットパン、セカンドストリートで買った1400円ぐらいのやつですね。このソロ用なので、とっても便利ですね。モンターナだっけ?モンターナとかいうブランドなんですけどね。割と安いんですけど、こう使い慣れないとうまくこう使えないような、そんな、キャンプグッズというか、そういうものが多いんですけど、こいつについてもですね、最初はどうかなと思ったんですけど、これはね、かなりいいですよ。今のところこういう食パン1枚用の、ホットパンって 4W1H ぐらいしかないと思うんですけどね。はい、この、こいつは本当におすすめです。まあ値段もね、1400円ということでね、めちゃくちゃ安いです。以前の動画で、ちょっとね、簡単にどの角度でも2枚に分けることができるように加工してますので、ちょっと詳細はね、そちらでご覧ください。濃いコーヒーを入れていこうと思いましてね、後でアイスコーヒーにするもんですから、氷で薄まるのでね、ちょっと粉を多めにして、ゆっくりとね、焙煎するというか、焙煎じゃないですね。ゆっくりとこう抽出したいと思います。これスノーピークのね、チタンマグをね、まあ、めちゃくちゃ久しぶりに出しましたね。もう多分ね、2年間ほど使ってなかったんですけどね。はい。で、これダイソーの大きめのアルミマグです。このアルミマグ便利ですね。もうこの夏どんだけこうお世話になったかわかりませんね。はい。で、スノーピークのやつね、これ懐かしいチタンマグなんですけど、取っ手がですね、動かない固定してるやつなんです。あれね、使いやすいんですよ。なんか新しいやつって、まあ、コンパクトなのはいいんですけどね、持ちにくいじゃないですか。こういう取っ手の方がね、私好きです。はい、ということで、濃いコーヒーですね。もうめちゃくちゃ苦くて美味しかったですね。朝はこれにつきます。目がね、パチッと覚める感じですね。はい、ということで、いよいよ作っていこうと思います。
もう1枚のね、あのホットパンに、チューブのバターをね敷きまして、でここでまず最初にあのエッグドッグを作りたいので、卵をね焼いていこうと思います。あのドッグはね、さっき焼いたあのソーセージ、左上の方にちょっと映ってますけどね、あいつを乗せるんですが、卵ですね、これ普段ガスコンロで家でやってるんで簡単なんですけど、焚き火でやるとね、炎がねガンガン立つんでね、結構怖かったりするんですけどね、あのはい、こんな風にもう男料理なので、卵を入れて、あの料理用のこれトングですね。で、料理用のトングっていうかね、料理用に私が使ってるというだけですかね、トングで、黄身をね溶きまして、でここにもう最初からね、ソースで味付けをしてしまいます。後でやるのはね、面倒っていうのがね、汚れ物が増えるの嫌なので、マヨネーズ、それからケチャップ、あれ2つ混ぜて何て言うんでしたっけ、何て言うんでしたっけって聞いても誰も答えてくれないですよね独り言なんですけど、オーロラソースかな、なんかそんな名前ですかね、はい、それっぽいのを作りまして、でここに、先ほど焼いたソーセージを投入しまして、はい、でもうあのフライパン返しもね、何もあのこの場所にはありませんけど、そのままあのソロ用のホットパンで挟んでひっくり返してやる感じです。はい、ちょっとねつけるときがね、これねまだね慣れないというかね、うまくパッとはまらないんですけどね、はい、こんな感じで、一気にひっくり返せばあの隙間からはみ出るっていうかね、垂れ出ることもないので安心です。もうね30秒か1分もあればね大体焼けます。ちょっと開けてみましょう。はい、こんな感じですね。あのバター塗った方はね、とってもね、バター塗った方こっちじゃなかったかな、違いましたね。バター塗った方がこの黒い方でしたっけ。これ一応あの2枚のねパンがグレーと黒に分かれてるんで、どっちがどっちか分からなくならないように色を変えてくれてるんですけど、まあ、それでも私は分からなくなるというねあまり意味がないんですけどね。はい、あ、なんかくっついてますね、くっついてますね。なんか黒い方にバター塗ったような気がしますよね。バター塗ったのにくっついちゃったのかな。うん、なんかバターがよくあの全体に馴染んでなかったかもしれませんね。はい、まあ仕方ないですね。このままいきましょう。ということで、焚き火でこのあのそれをホットパン使うの初めてですね。ちょっとすすでね真っ黒になっちゃって、もうどっちが黒かグレーか分かんなくなりましたけど。はい、まあまあ大体こんな感じでいいです。ちょっと剥がれないので、これはもうあの力技で外して、そのまま、ちょっともったいないのでね、フォークか何かでね、こさいで、取ってやろうと思います。はい、まあね、食材をね無駄にしてはいけないと思ってね、こうやってねちゃんとねやってるんですけどね、なかなかね、あの最後まで見てもらうと分かるんですけど、結果的にはね、やつはあの燃料になってしまいましたね。はい、これはまあ声はあの後でね別撮りしてますのでね、はい、そんな感じです。で、これね今まな板の上に出しました。あの本当は食パンの上に出した方がね簡単なんですけどね、なんかね焚き火でやるとねちょっといつもと勝手が違うので、その辺が分かんなくなっちゃって容量が悪い感じになってます。で食パンを置いてからの先ほどの、まあ、エッグドッグみたいなやつを入れましたが、はい、そんなことをするので失敗してこんな風になって、はい、アウトです。残念ながら、落ちてしまいました。なんかね美味しそうな黄身のとこだったんですけどね、ちょっと容量が違うと、もうねほんとね家の中でねやるのとこうやって焚き火でやるのとでなんかね変わるんですよね勝手が。まあ、普段からね焚き火やってるとね、もう焚き火でのやり方になれるのでこういう失敗しないんですけどね。カメラに映ってないんですけどね、あのコーヒーもね実はね風が吹いてね倒れてですね、コーヒーの粉がね一回バラってこうレンガの上に散乱しちゃったんです。はい、あのカメラ回す前だったのでね映ってないんですけど、まあ家の中でやるのとこうやって外でやるのとだけでもね、なんかいつもは受けられないハプニングがあってね、
まあ、それが結構面白かったりはするんですけどね。まあ、こういうので慣れておくとですね、いざ外でいざキャンプ飯を作る時でもですね、比較的状況は変わらないので失敗が少なくなります。だいたい焼けてきましたね。これ美味しいんですよね。バターが溶けてね、それがパンに染み込んでね、しっかり焼けますとね、カリッカリになるんですね。結構いけます。はい、卵がもうはみ出してますけどね。はい、ガスコンロの場合はね、炎のすぐ上にね、五徳があって、もうこういうはみ出してるもの燃えちゃうんですけどね。焚き火の場合はまあちょっとだけ距離がありますんでね、これすぐには燃えない感じで、そこはいいですね。ちょっとね、炎が消えちゃってたんで、消えた後でね、薪を追加すると煙が出てしまうというね。庭焚き火はね、煙を出すと迷惑なんでね、これはいかんなということでね、ちょっと火吹き棒でね吹きます。皮膚希望ってもこれ単なる鉄パイプなんですけどね。もうこれもいつも置きっぱなしのね、鉄パイプ。はい。なんでしょうね。なんか選挙運動ですかね。なんかここ道路から少し離れたところ、奥まったところにある家なんですけどね。なんか聞こえてきました。めちゃくちゃ美味しそうにできましたね。はい、もう結果いつもこんな感じですね。途中はちょっと目をつぶっていただいて、まあ終わりよければ全てをしていくことでね、美味しく出来上がります。ここね、火がだん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 照ってきて、熱くなってきましたね。これ後でね、気温を測るとね、このレンガ炉の周辺ね、42度になってましたね。暑いなと思ってね、こう火をなるべく遠ざけてですね、42度ですよ。すごいことになってましたね。はい、ただでさえね、暑くなってきたのに42度なので、ちょっと急いでいただいてね、早く家の中に避難しようと思います。暑くてね、持てないですね。あ、やっぱね、まだ暑いですね。8月下旬なんですけどね、まあ、日によるんでしょうけどね、まあ、9月、10月ぐらいになった方が快適にキャンプはできるかもしれませんね。ちょっと寒いぐらいがいいんですよね。そうするとね、炎でね、暖かくなって、まあ、暖かいコーヒーとか、スープものとかね、ラーメンとか。うん、もうめちゃくちゃ美味しいですね。もう思わず拍手をしてしまいます。ということで、今回は、ソロ用ホットパンで焚き火のモーニング。エッグドッグのホットサンドを作りました。まあ苦いコーヒーと最高でしたね。ただね、もうさっき見た通りも暑くて暑くて、ちょっとまだね早いですね。外でやるのはね、もうちょっと寒くなってからの方が快適かなと思います。実はこの後ね、今の取り組んでる、自作の浄水器のね、ろ過剤を、水で洗ったんですけど、まあついでにね、もう水浴びするような状態でね、ジャブジャブ涼みました。はい、今ね、緊急避難セット、防災リュックを作ってるんですけど、それの関係でね、ちょっといろいろ試してます。そちらの動画についても、もしよろしければね、ご覧ください。今回もご視聴いただきありがとうございました。久しぶりの、ソロ用ホットパンで焚き火モーニングでした。